いやもうすぐやっと顔が見えるね。その名前決めたの。何？中山。名字の方。ちょっと。はい。おいおい大丈夫か？おい、カズコ！カズ、おい、息してない。え？陣痛じゃない。息してない。まいった。カズコ、カズコ、カズコやん。カズコじゃん。バカカズコやん。ありがとうございました。楽しかったです。待って、止まってく？はい。すごい、こんなの初めて。そういえば、あの時に書いたサイン色紙まだ持ってる？ああるよ。名前聞くの忘れてたよね。名前なんていうの？カズコ、金沢カズコ。わかった。はい。え、これって、それカズコの新しい名刺。結婚しよう。店長。ああ、なんか、あ、すいません。はい。東海山渋谷さんですか？あ、そうです。いつも見てます。ああ、ありがとうございます。あの、すいません、写真一枚撮ってもいいですか？あ、もちろんもちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。これからも頑張ってください。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。人間には眠っている潜在能力がある。僕は君のそれを引き出してあげるんだ。そしたら君の戦闘力は何十倍にも何万倍にもなる。感じろ、パワーを感じろ。私の中の私じゃないものが目覚めているみたい。行くぞ行くぞ、最後の仕上げだ。中にすごい抱いたんだよ。あれ、アホーンくん。久しぶり。覚えてる？アホーンくん、結構太ったね。あ、お仕事中だった？ごめん。おう、久しぶり。あれ、もしかしておめでた？そうなんですよ。もう今は親伊豆和子です。うん、私なんか見たらでもあんまり可愛くないから。いやいや、そんなことないんだよ、お前。え、どうした？どうした？え、どうした？和子？大丈夫か？おい、和子！和子！おい、息！息してない！え？陣痛じゃない！息してない！まいった。え、このカップル倒れた？大丈夫なの？息してないって言ってるよ。え、なんで人んちのキッチン勝手に来て倒れてんの？え、死にそうなの？大丈夫？助けてください。誰か、誰か。ちょっとチャーハン作ってるから助けれないよ。カズコ、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 カズコ目覚めたんか？カズコ大丈夫か？やっぱり子供は私に似てる方がいいな。カズコ、カズコ、コンコン、入るぞ。おいおい、どうしたんだよカズコ。お前泣いてんのか？花粉症か？薬ならたくさんあるぜ。眠くなるタイプと眠くならないタイプ、どっちがいい？花粉症じゃない。おっと、カズコ。俺は昔はワルの薬局だった。
バイアグラばっかり言ってた時代もあったし、マジックマッシュルームだって言ってた。でもな、合成したんだ、合成した。俺はみんなを幸せにしたい、その気持ちで芝薬局になったんだ。芝薬局だ。本当だ、すごいな、この体踏めちゃう。薬局の角でドーン。処方先生ありがとう。なあカズコ、お前はな、これからの未来を担うジェネリック薬品だ。俺たちは古くせえ漢方、お前ら新薬を育てるために俺たちが頑張る。そうだろ、学校に来い、俺がお前の心の薬剤師だ。ただし副作用もある。俺に惚れちまうってことさ。砂糖砂糖砂糖パーマ砂糖パーマ、あ、間違えた、やりたいのパンチだった。やめて、私のためになかった。歯磨きしてくれたの。ああ、そうか。自然とエチケットをねしてくれたの。で全然ね嫌じゃなかった。トシミツはミュージシャンを続けていたが、突然 V に転向しまった。イエーイ！ジロケ。でもそれが功を奏して、今やジャスティン・ビーバーよりも人気らしいぜ。お金くれねえかな。虫眼鏡は性転換して女になっちまった。名前はカズコっていうらしいぜ。で、今は結婚して鈴木カズコってわけ。あいつらしいよな。